はい、皆さんこんにちは。今回図形問題扱いたいと思います。これ外側の ABCD は一辺の長さが1の正方形だとします。でこちら側にね長方形があるんですが、こちらの長方形と、合同な長方形が、こんな風に斜めにこうフィットしているというそういう状況であります。でこの時に、ここの長さ X を求めなさいという問題になります。じゃあこれ早速考えていきたいんですけど、まずですね、こういう水平なところ、直線のところにこう90度の、図形があるような状況っていうのは、これはですね、これよく見落としがちなんですけど、こことここについては足すと90度になるわけですね。足すと90度になると、この関係結構使う話なので、今回もちょっと意識をしておきましょう。今回ね、こちらの直角三角形で、こちらが今丸なんですけど、今度こちらの直角三角形考えてみると、こちらは×で、これ足すと90度っていう関係なので、こちらが×ということは、こことここを足して90度って関係から、ここが丸になるわけですね。丸と×は足すと90度ですよ。で、こことここの角度も足すと90度っていうことから、じゃあここの丸とここの丸同じじゃんというふうになります。で、同じような話で、ここもね、×っていうことになって、結局ね、ここの直角三角形とここの直角三角形が、相似になりますので、なんかそういう関係を使うんだろうな、ということで、作戦を考えていきます。で、今分かる情報をちょっといろいろ書いていくと、今、X が知りたいんですけど、これ合同なので、ここの斜めは X であることが決まってると。で、あと、ここの縦というか、斜めか。ここの斜めについては、これを横に倒しただけですので、ここの長さは1だと。ここのね、高さと一緒。1ということがわかると。だから、さっき言った相似の関係とかを、使おうとすると、ここと、例えばこことかね、こことここの、関係、こことここの比が、ここ対ここですよみたいな感じで、なんかここの長さとか、ここの長さとか、こういった情報がわかればいいかなというふうになります。で、ここが少し気づきにくいところだったんですけど、もちろんこれやり方いろいろあると思いますけど、私がやったやり方で言うと、今回、ここの長さとここの長さについては、これ対称性から、同じ長さになるわけです。なので、こちらの長さをね、なんかちょっとこちらの、情報にちょっと一本化させようっていうことで、ここの長さをそのままストンと下に下ろしていきましょう。つまり、ここでちょっと点点点と書いて、地面にそのまま、下ろしていきます。ここね。で、ここの長さ今ちょっとわかんないんですけど、ちょっと Y とか置いておきますね。あんまり新しい文字を、どんどん出すのは良くないんですけど、ちょっと、ここは一応 Y ということでね、置いておきましょう。で、そうするとですね、これ今、ここ X、ここが Y、ここが Y っていうことで、あとなんかここの長さが知りたいなっていうふうになるんですけど、これについては、ちょっとこれ、この図だとちょっとそれっぽく見えないんですけど、ここについてはですね、ここ垂線、こうやって下ろしてあげると、ここの長さ1ですよね。ここの長さ1で、で、ここの縦の長さも1ですよね。縦の長さ1と。いうことを考えると、ここの HJ をこう結んであげると、ここの、KJH っていう直角三角形と、J、これ今新しいやつね、これ、JK、英語 L にしましょうか。JLH っていう直角三角形が、これ合同になります。斜辺が共通で、他の一辺がね、同じ長さですから、これ合同になると。ということで、ここの X が実はここに来るんですね。ここに X が来ると。いうふうになります。ということで、この関係から、X と Y っていうのは、2回ずつここに登場してるっていうことがわかるわけです。なので、X と Y は、これ2つね、これ2セット集めると、1っていう長さになりますから、足すとこれ2分の1だと。いうことが分かります。はい。ということで、今、ここの部分ね、ここの長さなんか知りたいなって話してたんですけど、ここの長さ2分の1になるわけですよ。そしたら、こっちの直角三角形について、結構もう情報がいろいろ分かって、今、ここ長さが1で、斜めが1で、横が2分の1ですので、ここの高さっていうのは、
まあ、三平方の定理から計算すれば分かると。でこれはまあ1対2対ルート3の直角三角形なので、まあ、三平方の定理使わなくても比の関係から分かるんですけど、こちら2分のルート3という長さになります。そうするとさっき言った相似の関係ここで使えて、ここ対ここがここ対ここですよっていうね、比の関係を使うことができます。 x たす y イコールここ対ここイコールここ対ここですね。1対、2分のルート3と、こういうふうにできます。今分かんない文字2種類ありますけど、まあ、ここでね、もう条件ありますから、まあ、実質今1変数 の, あの縛り、まあ、2, あの2変数に見えますけど、まあ、あの後でこれ消去できるんで、まあ、x について求まるわけです。でこれ両方2倍してあげて、2対ルート3っていうふうに考えてですね、これで、ルート 3x 外側×外側イコール内側×内側、まあ、こういうふうになって、で、これでどうしようかな、ここの y をね消去しましょう。これ1番2番、2を1へ代入、まあ、代入というか消去ね、y を消去してあげると、x 足す、これ y イコール2分の、ルート 3x ですから、こうなると、これが、2分の1ですよというふうになります。ちょっとすいません、スペースの関係でこれもくくっちゃいます。これこれ今プラス1が、こっち来るんですけど、まあ、これ2分のでくくってあげると、2分の2プラス、ルート3という形になります。そうするとこれで両方2倍してあげて、これで、x イコールこのね、2たすルート3の逆数と、2たすルート3分の1というふうになって、これ分母分子に2引くルート3かけてあげると、分母が1になって、分子が2引くルート3というふうになって、ここの長さがね、2引くルート3というふうに求めることができました。はい、ということで今回図形問題なんですけど、まあ、うまく相似の関係を使って計算することができるという問題でした。はい、ということで今回はここまでです。ありがとうございました。